モーニングユーズイーツ。ソーシャルメディアをビジネスに活用したいあなたのための最新海外ソーシャルメディア事例を加藤正男が毎朝お届けしちゃいます。 Here we go。 皆さんおはようございます。モーニングユージット、今日は、2011年1月21日金曜日、第70回目のモーニングユージットです。動画だけを見られている方は、ユージットあなたが主役、または素敵に儲けるユージットで検索してみてください。 Facebook のファンページ、またはアメーバブログを見ていただくことができるようになっております。ソーシャルメディアコンサルティングやっております。ご興味のあられる方は加藤アット8円 .jp までお問い合わせください。それではですね、今日お届けしたいのが imguest.com というですね、ソーシャルな、ホテルサイトについてご紹介したいなというふうに思っております。それでは早速見ていきましょう。こちらが、この imguest.com というですね、ソーシャルなホテルサイトについてのこれトップページなんですけれども、ログインは簡単に、Facebook または Twitter で、ログインすることができるようになっています。特に Facebook でログインするとですね、面倒な、様々自分の名前だとか、どこに住んでるだとかっていう情報をすべて Facebook から取ってもらえるようになっていますので、非常にログインが簡単です。これがですね、パッと私自身の、Facebook で今ログインしただけで、それ以外に、ジャパンだとか名古屋だとか、ジェンダーがメールだとか、バースデーだとか、そういったものがすべて入力されている形になっています。一切、Facebook にログインした、Facebook による、ログイン以外は何もしてない状態ですけれども、もう写真も入ってますし、ある程度のプロファイルはこれで出来上がっているという状態になっているんですね。で、この imguest.com というところの about を見てみると、何を意図して、彼らがこのサイトを作ったのかということが書いてあるんですが、簡単に言うとですね、チェックインという機能については、Facebook だとか Foursquare をやったことがある人はですね、体験したことがあると思うんです。で、チェックインをすることによって自分の友人関係に、自分がどこそこの喫茶店にいるようだとか、ラーメン屋にいるようだとかっていうところを知らせて、じゃあそこにいるんだったらちょっと会おうかみたいな形になってきやすいというところがあると思うんですね。ところが、この armguest.com の about を見てみると、チェックインも重要なんだけど、チェックアウトも重要だっていうふうに言っているんですね。チェックアウトっていうのは、ホテルのチェックアウトという意味ではなくて、とにかく、自分がこれから、泊まろうとしている場所、すでにもう、滞在している場所においてですね、ホテルのどこに、すでにこの armguest.com を使って、チェックインした人がいるのかということを調べることができるので、そこから、有効なコネクションを作っていきましょうというところなんですね。これ、about を見てみると、Welcome to armguest.com, an innovative social arena used by business travel individuals to connect and create new business opportunities by checking into hotels. というふうに書いてありますね。つまり、ホテルに滞在している人たちに の情報を見ることによってですね、新しいコネクションを作っていきましょうというのが、この armguest.com の、大きな、存在意義だというふうに言っているわけなんですね。これ、ソーシャルな、ホテルサイトとして、一つ、面白い取り組みだなというふうに思います。これ例えば、シカゴというふうに、街で検索してみるとですね、ハイアットリージェンシーとかホテルのない人がいろいろ出てくるんですが、この中にはすでにハイアットリージェンシーシカゴには、2人ですね、この armguest.com を使ってチェックインした人が見れるわけです。でそこから、会おうかだとか、こんな風にちょっと、こんな話してみませんかみたいな形のアプローチをすることができるというのが、この armguest.com の、大きなサイトの特徴になっています。旅行を通じてですね、ビジネスコネクションを増やしていこうという取り組みは非常に面白いかなというふうに思います。ビジネスだけではなくて、ひょっとすると、ちょっとした海外での、アバンチュールというか、そういったところにも使えなくはないなというふうに思うんですけれども、ちょっとですね、自分的には、まずこのサイトにおいて何をすればいいのかというところが、このサイトを通じてですね、このビジュアルを通じて、コネクションを作っていくんだろうなということはわかるんですけれども、
どのように使っていくと有効に使えるのかっていうところが、いまいちまだイメージがつかないというところで、もう少しそこの部分は、改良する余地があるのかなというふうに思います。またですね、iPhone の、アプリだとか、スマートフォンのアプリ系の情報が、この中にないので、まだ作られていないのかもしれませんが、ホテルに行ってチェックインをするっていう作業が、わざわざ、サイトを通じてしかできないんだとするとですね、ちょっとそこ厳しいなというふうに思っているところです。これですね、ただ、新しい可能性としては、なんていうんですかね、ホテルをどのような形で決めるのかというところにも一つ影響してくるかもしれませんし、またですね、本当に旅行の楽しみをまたいろいろと増していくというところで、単純なシステムの割には、面白いところついてるのかなというふうに思います。ぜひですね、ユージと見てくださっている皆さんにも、この armguest.com っていうところ、切り口の面白さというか、こんな風にするともっともっと面白くなるんじゃないかだとか、日本においても、これは旅行サイトさまざまあると思うんですけれども、こんな風に応用できるんじゃないかだとか、さまざまアイデアございましたら、一緒にシェアしていければ、とっても嬉しいなというふうに思っております。ということで、今朝のモーニングユージット、armguest.com についてお届けいたしました。これからもっともっとですね、ファンページなどかで、皆さんの意見を、お寄せいただきたいなというふうに思っております。それでは、来週のモーニングユージットもお楽しみに。Stay tuned. Bye!